ゆっくりしていってね。新年、明けましておめでとうございます。どうも、霊夢ちゃんだよ。マリサだぜ。いやー、2019年だね。いやー、2019年だな。お正月だな。お正月だったな。お正月といえば福袋ですよね。突拍子がなさすぎるだろ。というわけで福袋を手に入れるためにあるお店に行ってきました。そのお店というのは、はい、パソコン工房ですね。この店内 BGM 頭から離れないんだよな。てかなんでパソコン工房で福袋？福袋といえばデパートとかショッピングセンターのイメージなんだが。いやーそれが実は、年末年始の31日と1日の2日間大阪にいまして、うぷ主のお友達と大阪観光元いパソコンショップ巡りをしていたのですよ。時刻は9時、年始のパソコンショップの開店は10時から11時30分頃の店舗が多く、車の中で少し待機しているとふとこんなツイートが目に入ったんですね。2019年新春ジャンク福袋やります。販売価格税込み5000円。これが巷に聞くジャンク福袋か。それなりのスペックのパソコンを持っているうぷ主にとってジャンクに手を出す必要性はあまりないんだけども、やはり YouTube でたくさん見る福袋の動画はすごく魅力的だったんです。というわけで買ってしまいました。でかい。というわけで、パソコン工房新春ジャンク福袋です。価格はしっかり5000円。お財布に優しいですね。一応こんな感じで入ってるらしいです。新しいグラボはあるけども古いグラボは逆に持ってないからどれくらいのものなのか興味があるな。まああくまでジャンクなので動く保証はないんですけどね。こういうのは結局保有感だ。動けばラッキー的な気分でいればいいんや。5000円なので動作するかに関してはあまり期待していませんが、中がすごく気になります。早速開封していきましょう。ペリ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 。養生テープって結構頑丈なのね。とまあそんなことは置いといて早速中のものを見ていきましょう。そして今回はせっかくなので、ヤフオクやアマゾンで同じものを探してどれくらいお得だったか計算したいと思います。というわけで一つ目。お、これは、なんか小さなファンだな。というわけで一つ目は、デルタ電子製の EFB0412VHD というファンでした。使い道が思いつかないぞこれ。CPU 周りのコンデンサーや VRAM を冷やすように使えばいいんじゃないかな。小さいからちょっとうるさそうだけども。でネット価格はどんな感じよ。あ、そうだった。価格の話なのですが、私自身、高くても500円ぐらいかなとか思っていたのですが、びっくりなことに、3235円でした。嘘だけ。ヤフオクでは即決5580円というこれだけで福袋分の元が取れてしまう価格、恐ろしいぜ。まあとりあえず、今回はネットで手に入れる際の最安値で計算することにしましょう。よくわからない海外のサイトや業者が使うようなサイトは除外だぜ。それじゃあ二つ目に行きましょう。いやー、ワクワクするな。最初は軽めのものから行くからね。というわけで二つ目はサタケーブル。まあ、それなりの実用性だな。ぶっちゃけ特定が面倒なので、ヤフオク最安値の1円換算で3本だから3円なり。よし次、実用的なものが出てくると地味にありがたいよねー。これはケースファンだな。サイズ的にも薄さ的にもわかりやすいね。というわけでケースファンです。なんかめっちゃ埃ついてて汚い。ネット価格では楽天では3200円と書いていたけどもこんな汚いやつは100円換算じゃ。よし次、なんかそれなりの重量感。そして少し見覚えのある外観。ワクワクさせるじゃねえか。まあ中身は汚い CPU クーラーなんですけどね。私のテンション返せ。というわけでクーラーマスター製の CPU クーラーです。正直クーレイ CPU クーラーは余ってるからいらないですな。掃除面倒くさいし、そのせいで今管理水冷だもんな。で価格は？密林さんでは8984円でしたが汚れが私的にポイント低いのと所詮は中古なので500円ぐらいですかね。どんどん個人的判断が入ってきてるんですが。まあ結局物の価値を決めるのは人間なので多少はね。よし次、はいサタケーブル3円換算。次、お、なかなか重量感のある。もうその手には引っかからんぞ。というわけで四角くてでっかいあいつ、電源ユニット先輩ですね。400ワットか。ちょっと少ないかな。一応詳細ですが、ピーク時500ワットで動いてくれるそうです。なお80プラス認証規格のない無印品です。12V 18アンペアなので1系統216ワット分使い2系統なので合計432ワットですが、12V 系統は300ワットしか使えないそうです。まあ、400ワット電源だからこんなものなのかな。ぶっちゃけ400ワットなんて買ったことないからわかんないんですけどね。この製品自体の保証は3年とそこそこ長期保証なので物としてはそこそこ良さげなものだったのかもしれませんね。そこそこなのな。で価格ですが、とりあえずヤフオクで即決1000円だったので1000円にしときましょう。使えない気がしますがまあそんなの今回はどうでもいいです。よし次。お、次はなんか長細いものが。長細いもの？ほう、このサイズ感はあれですな。そう、まさにあれですね。まあとりあえず梱包を解いてあげましょう。はい、というわけでメモリーですね。接触面を見た感じだと DDR3 っぽいな。マリサゴ名刀。DDR3 メモリーの2ギガ2枚で、規格が違うものですね。今となっては2ギガなんて少ないですが、使えたらそこそこいいのではないでしょうか。片方は8500でもう片方は1600か。とりあえず価格の方ですが、8500の方はヤフオクで500円ぐらいが即決だったのでそれで、1600に関してはメルカリで2本セットで1500円ほどだったので半分の750円にしときましょう。これで合計1250円ですね。まあ、妥当なのかな。次。というわけでお次もなんか似たようなやつ。同じなんやろな。そうだね、これはさっきと同じだね。なんかさっきのと一緒に別のものが入ってるぞ。なんだろうねこれ。
もう取り出した瞬間からなんだろこれという仕草が。袋にはジャンクという文字。ということで、DDR2 メモリーの 2GB と6ピンと8ピンを変換するケーブルかな？おそらく、ぶっちゃけ普段使わないものはさっぱりだから確証はないけども。まあこの2つはどっちも使わないわね。規格古いしわざわざ6ピンと8ピン変換する機会ないし。まあ私たちからすればハードオフとかでよくある100円メモリーより価値が低く見えるけども、同等のメモリーで約億最安値600円だったので600円。ケーブルに関しては、難しいわね。100円換算で、古いものって難しいわね。よし次、お、なんか四角くてそれなりの重量感が、お前好きだなそれ。お、なかなかなんじゃないですかこれは。お、これはなかなか。これは内蔵タイプの DVD ドライブですね。CD ドライブじゃないのか？ DVD ですね。読み込み専用じゃないのか？ D ドライとどちらにも対応してるタイプですね。IDE じゃないのか？安心してください。シリアル ATA 規格です。お、これは使えたら素晴らしいな。そうですね。まあうちにはブルーレイまで対応したドライブがあるので必要性はあまりないんですけどね。元もこうもないこと言うなよ。というわけで価格ですが、使えるかはわかりませんがヤフオク即決価格1500円でいきましょう。よし次。お、これはこれは、なんだなんだ。梱包されすぎてわかんねえ。早く開けろよ。はいはいそうセカさんな。にしても梱包すごいな。めっちゃ巻いてある。それだけの価値があるんだろ。やっと出せたわ。ということで、これはマザーボードですな。まあとりあえず、MSI なのは分かったけどどの世代だこれ。てか待て、これなんか CPU 乗ってないか？あ、ほんとだ。なんかフェノム2って書いてあるわね。型番から探した結果、フェノム 2X4910E という CPU らしいです。正直インテルと比較したらどこのラインなのか分かんないです。もし動いたらシネベンチでも回してみたいですね。マザーボードは MSI の 785GME65 というものらしいです。CPU の価格は一応約億相場で4000円前後だったので4000円で、マザーボードも即決4000円だったので4000円ということで合計8000円。まあ、動く保証はどこにもないんだけどな。次次。お、次もマザーボードですな。こっちは IO パネルついてるんだな。そういえばさっきのやつついてなかったわね。このマザボは CPU の部分がテープでカバーされてるから CPU はなしっぽいな。見た感じ、それなりに綺麗。Z77 Pro 3ですか。プロってことはアスロックか。アスロックだね。ウプ主も第7世代のプロフォートエクストリームのマザーボードを持ってるよ。アスロックさんにはいつもお世話になっております。お前は媚びを売るな。チップセットが Z77 ってことは第3世代ぐらいかな。第2第3世代に対応してるらしいなこのマザーは。第2世代もいけるのねー。ほう、第3世代のチップセットってことは今サブ機に乗ってる第3世代の CPU を乗せることもできるということか。動くかは別として楽しみですな。というわけで話は戻りまして価格のお話ですが、とりあえずヤフオク価格で同じジャンクのものがあり、即決で2450円だったので2450円で、よし次、あと3つぐらいだな。てか結構入ってたんだなやっぱ。そうね、なかなか重量感あったわよ。福袋を初めて持った時重くて腕痛めるかと思ったぐらい、一応測ってみたら5キロぐらいあったから重たいのも当たり前ね。ここで一番重くしてるのは電源ユニットなんだろうけどね。というわけでお次は消去法的にグラフィックボードですな。お、左に大きく MSI の文字が書いてあるぞ。その下には 9800GTX。なかなか古めのグラボじゃないんですかこれ。なんせ GTX の文字が数字の後に来てるからな。MSI のはわからないけども、9800GTX 自体が発売されたのは2008年らしいわね。おいおい、ウプ主その時代小学生じゃねえか。まだパソコンのピンボールで楽しめてた時代だよ。やはり10年ものということもあって状態は微妙ね。清掃すればなんとかなるんじゃないか。てかこのグラボなかなか電源食うのね。まさかの6ピン2本とは驚愕だぜ。前に使っていた GTX1070 でさえ6ピン1本なのに、グラフィックの進化ってすごいんだな。S 端子とか昔使ってた XP のダイナブック以来久々に見たぞ。とまあ懐かし話に花を咲かせてしまいましたが価格のお話ですね。一応ヤフオクで即決2800円だったので2800円で需要あるのかこれ。よし次、さてさて残りもあと2つ。いやー、ワクワクだな。というわけでなんか黒いものが出てきました。うわほんと黒いな。何の情報も書かれてないんだが。そんなわけはないって。とりあえず開墾しよう。一応グラボか。え、なにこれ、めっちゃ出しづらいんだけど。ブラケットが袋にがっつり引っかかってるな。ひぃ、出てこないよ。不器用かお前は。ふぅ、やっと出てきた。うわほんとにただの黒い何かじゃねえか。見た目からわかる情報がほとんどないって。とりあえずラップだけ取ってしまおう。ほんとどこにも情報書いてないねこれ。ちょっと適当に書いてる文字ググってみるか。というわけで検索した結果、GTX460 ということがわかりました。なんか検索してると、ヒューレットパッカードのパソコンに搭載されてたグラボだった説が浮上。まあ、リファレンスだしありえなくもないな。とりあえず価格はヤフオク即決1950円で、昔のグラボの性能は少し未知数だから使えた時のベンチマークが楽しみだぜ。というわけでお次で最後です。おいおい、なんか小さいなおい。ふっふっふっ、私はずっとこれの開封を楽しみにしていたんだよ。まさか、お前、バカ言うんじゃねえよ。そんなわけあるわけねえだろうが。そんなわけが、あるんだな。本当に入ってた。嬉しいよね、嬉しいよね。CPU、嬉しいよね。ほう、
背面を見る感じ、コア2とかではないな。ひえー、光が反射して眩しいぜ。i7 はメインで十分だから、コア i5 か i3 ぐらいが欲しいな。そうだね、それぐらいの性能ぐらいでいいね。てかちょっとグリス残ってるな。まあ、接触面じゃないからいいとしましょう。というわけで、今回入っていた CPU はこちらになります。なになに、遠いって、見えないって、近づけろよ。あんで、うまくピントが合わない。お、合ってきた合ってきた。というわけで、今回入っていた CPU は、Core i3 の2120になります。お、ちょうど求めてたのが来た感じだな。そうだね、やったね。でも私自身 Core i3 を使ったことがないので、これもシネベンチとかで性能を調べてみましょう。一応、使えるのだけは確認したぜ。温度計もぶっ壊れたりしてないね。よしよし、それじゃあ価格ですが、ヤフオク即決価格で、税込み2373円でした。それじゃあ、これまで出てきたものを並べてみるか。というわけで、合計20点入っていました。そして合計最安値、個人的価格込みの価格は、25,864円でした。本、ヤフオクという。とりあえず、編集時では DDR3 メモリー2本と CPU は動作確認できました。次回、このジャンク品たちを使ってパソコンを組み上げていきたいと思います。なお、マザーボードと電源の検証は組み立てと同時に行うぜ。動かない20ペリカ、焼損するに20ペリカ。まともに動くと考えてる奴は一人もいないのか。